マンデーパーストの田辺です。今日は事業承継引き継ぎ補助金のですね、令和4年度に向けて、どんな補助金になっていくのかっていうことについてですね、ちょっと概算要求レベルですけども情報が出てきましたので、ちょっとまとめてね、解説の方をしていきたいと思います。はい、でこの事業承継引き継ぎ補助金っていうのをちょっと歴史から考えてみますと、もともとはちょっとね、この事業承継の補助金と、ね、経営資源引き継ぎ補助金というのはちょっと別々のものが、今年度がガッチャンコされましてですね、新しくなって出てきております。はい、でそれが何かというとですね、この令和2年度の時に出てきた、補正予算でできた事業承継事業引き継ぎ推進事業の、3つある中の1つということで、事業承継引き継ぎ補助金というのが、ね、今年からですね、新たにスタートしております。で大きく分けると2つありまして、経営革新のものと、ね、でもう1個は専門家活用型のものと。経営革新のものっていうのは、事業承継もしくは M&A が終わった後に経営革新しますよねと、そこに対しての補助を出しますよというものです。でこちらの専門家活用型っていうのは、 M&A をやるときにかかる専門家に関する費用に関しまして補助を出しますよというものになっております。でそれぞれ、マックスがですね、経営革新の方は補助額が800万の3分の2でしたので、1200万使ったら800万出ますよというものでした。専門家活用の方は400万円が補助上限になっておりましたので、600万の専門家に使った費用に対して400万が補助しますよという内容になっておりました。はい、でこれはですね、もう8月の13日にもう締め切って、申請の方締め切っておりますので、一応もう終わってしまった補助金になっております。はい、ですけれども、今年ですね、また新しいのが出てきまして、内容はほぼ似てるんですけども、これ令和3年度の予算の方で、事業承継世代交代集中支援事業というのがありまして、そこに予算がついています。でこれが9月の末頃から始まると言われている事業承継引き継ぎ補助金というものになっております。で少しだけ支援の枠組みというのが変わっておりまして、もともとありましたですね、こちらですね、創業支援型というのが新しいところがなくなっちゃいました。経営者交代型と M&A 型、これ計画支援ですね。でもう一個は専門家活用型という形になっています。ちょっと残念なことにですね、補助率が3分の2から2分の1にちょっと減額されています。あと補助上限額も少し変わってきております。ですので、8月に申請された方よりも、少し条件が悪くなってしまった、補助金になっておりますので、その点ちょっとご注意ください。はい、でこれはもう決まってます。今年度も9月末ぐらいからスタートするということが決まっております。でもう一個新しい情報が出てきました。でそれが何かと言いますと、令和4年度に向けた概算要求額ということなんで、ほぼほぼこの通りですね、予算が、取られてですね、補助金進んでいくんじゃないかなと思うんですけども、事業承継引き継ぎ、あと再生支援というのもくっついちゃいましたけど、再生支援事業というもので、この枠組みの中で事業承継引き継ぎなど補助金ということですね、ちょっと名前が変わってるんですかね、引き継ぎ補助金だったところがですね、次ですね、事業承継引き継ぎなど補助金ということですね、おそらくこう再生のところもちょっとね、こう取り込もうという意味合いでですね、ちょっと名前もちょっとだけ修正がかかっております。はい、でフレームワークとしてはですね、あんまり変わらないんですけども、経営革新のタイプと専門家活用のタイプと2つありますよということです。でこの経営革新のものが、今まで3本か2本かだったんですけど、1本かになってますので、ちょっと実際に補助金出るタイミングでこの詳細っていうのはまた枝分かれしたりする可能性もありますけども、今とりあえず経営革新と専門家活用、今年やったものが、一応そのまま来年も出しますよという形になっています。で補助率、補助上限なんですけども、ちょっとね、通常枠と特別枠と2つの枠ができるそうです。でこの特別枠っていうのは何かと言いますと、その事業承継とか M&A っていうのがこう、革新性が高かったりであるとか、生産性が高いようなものをやることに関しましてはですね、ちょっと特別枠に入りますよとか、あと雇用を守るようなね、事業再生やってくれるんだったら、そこに関しても特別枠使ってもいいですよっていうことなんで、何かしら再生系の要件か、その生産性、革新性の要件が入ってきまして、そこをクリアするんであれば、特別枠で申請ができますよってことになるかと思います。でここはちょっとね、実際に公募票が出てこないとわからない状況ですけども、一応そういうものがあって、そっちの方が補助率の3分の2になる、補助上限も高くなるということですね、かなりお得な補助金になりそうですので、ちょっとこれは今後また情報が出てきて、どういうふうな形になっているのかということをですね、見ていければいいかなというふうに思います。で今、ちょっと3年度分の、予算のそれぞれの状況というのを、ちょっと一つの表にまとめてみましたので、これを見ていただければ分かりやすいかなと思います。はい、で令和2年度、もう終わっちゃった分ですけども、補助率3分の2でしたと。
で、これからスタートするやつが補助率の2分の1になりますので、ちょっと条件悪くなります。で、来年のところなんですけども、2分の1の通常型と3分の2の特別型と、まあ、2つありますせっていう形ですね。で、補助の上限額っていうのも、まあ、計画新型の創業支援経営者公定型は400万でした。それが今度始まると250万落ちますよ。M&A 型っていうのは800万から500万落ちますよ。あと補助率も下がってきますので、ちょっと条件が悪くなってきております。専門家活用型の方が、ね、前回だったのが400万だったのが、今度250万の半分になります。500万に対して250万。こちらもちょっとね、条件が悪くなってきているということです。で、来年度をちょっとね、予算を見ていきますと、通常型っていうものでいきますと、まあ、500万の1000万ですので、これはそんなに変わらないかな。ね、今度出る計画診断とそんな変わらないようなものになるかなと思います。はい、で専門家活用型の方を見ますと、ね、400万と800万になります、ね。まあ、半分になりますけども、まあ、上限額がね、この、今回の8月の分で、まあ、2分の1になりますよということなんで、まあ、ちょっと条件としても、まあ、悪くはなってきてるんですけど、まあ、マックスね、やっぱり400万も出ますので、まあ、そこそこ使えるんじゃないかなと思います。で注目すべきは特別型ですかね。特別型の条件が、ね、8月末、あ、8月の13日までね、申請できた条件、最大のものが出てきます。ね、この専門家活用型の特別型の方は600万に対しての3分の2ということですので、今までの上限が増えるし、しかも3分の2だしということで、まあ、かなり、ね、大きな M&A なんかもカバーできるということですね。まあ、ちょっとどんな風に使えるかなというのが楽しみになるかなと思います。はい、でちょっとポイントだけ、ちょっとね、来年度のやつが、まあ、いつ出るのか、ね、この特別型っていう条件、要件というのはどんなものか分かりませんので、なんとも言えませんけども、ね、まあ、今年度も見えてるものに関しては、ね、令和3年度の予算を使っていただいてもいいですし、まあ、ちょっとね、期限的に間に合わないな、であるとか、ね、来年度回した方がいいのかなっていうものに関しては、来年度の予算、ね、ありますので、まあ、そちらの補助金にちょっとこうフォーカスを当てるのも一つかなと思います。まあ、この辺もちょっとね、この3カ年のこう経過っていうのをちゃんと経営者にお知らせしていただいて、まあ、経営者が、まあ、期限もね、当然ありますし、こっちはまだ期限わからないですので、まあ、どのタイミングでどの補助金使ったらいいのかっていうことはですね、まあ、経営者の、ね、方に情報を提供して、まあ、どんな活用の仕方をするのかっていうのをですね、まあ、意思決定していただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでね、ちょっと比較しながらですね、この事業承継引き継ぎ補助金のですね、まあ、予算の推移っていうところをですね、比較しながら解説の方をさせていただきました。はい、まあ、まだね、新しい情報ですので、ちょっと追加の情報出てきましたら、また解説をしていきたいと思います。